こんにちは、こんばんは。あるいはおはようございます。PB です。今回はこのフィッシングプラネットっていう幼芸釣りゲームですね。これのマニュアル動画を上げていきたいと思います。過去にも上げてますけれども、一応最新版ということで過去と内容も変わってますので、そして、動画を作成するにあたっては、皆さん見やすいようにですね、上のメニュー、地球儀、インベントリー、ショップミッション、スポーツプレミア、その他もろもろ各項目ごとに分けて説明してます。なので、興味のある方は説明欄にですね、各項目ごとの始まりの時間っていうのを置いておきますので、地球儀のところの説明はいいわと。これはちょっとミッションについての説明を聞きたいという場合は、ミッションの開始時刻の方に合わせて見ていただければいいかなというふうに思います。よろしければね、最後までお付き合いください。そして、各項目、ショップのところはあまりにも説明内容が多くなってますので、ショップだけは個別で動画を撮って投稿しますので、合わせて。そして、実践編として、実際に釣りをするにはっていうマニュアルもこの動画とは別にあげます。で、今回あくまでも、メニューの説明っていうだけの動画になりますので、実践編の方興味のある方はまた別動画あげますので、そちらの方も合わせて見てもらえれば幸いです。というわけで、早速まず画面の地球儀、この地球儀のところから説明を始めていきたいと思います。まずですね、この地球儀ってなってるところにカーソルがある状態、これすなわちホームにいる状態っていうことです。ちょっと Google Earth を空から見下ろしてる、Google Earth を見てるような画面で、ピンと来ないかもしれませんけど、自分家の家の中でパソコンを開けて Google Earth を見てる、そう思ってください。このホームにいるっていうのは家の中にいる画面です。で、一つ一つ説明していきます。この画面でコントローラーの左スティックを押すと、各釣り場にカーソルが移動します。それざっと見てもらうと、例えばこのロッキーレイクとかファルコンレイク、あるいは上のホワイトモースレイクっていうのは白く輝いてます。に対して、お隣のサンホアンキンデルタ34と書かれてますね。ここはシャドウがかかってて、なおかつ鍵のマークがある。これすなわち自分の今レベルが27なんですけれども、サンホアンキンデルタで釣りがしたいのであればレベル34になってくださいっていうことです。だからそこに行くためのレベルに達してないっていう意味で、行けないところは黒くシャドウがかかっているっていうことですね。で、行けるマップはそれぞれの釣り場のカーソルの上に天気のマークが出てます。例えば今これロッキーレイクにいますけれども、ここは曇りのち晴れみたいなことですね。で、そのちょっと左上のファルコンレイクは太陽のマークで晴れで、その上のホワイトモースは雨が降ってるよっていうことです。各釣り場にも天気の概念があるっていうことです。で、今ロッキーレイク、コロラドのね、こちらにカーソルがある状態ですね。ここはちなみに、レベル5で行けますよっていうことで、コロラドの隣にレベル5っていうふうに記載がありますね。で、この記載の説明なんですけども、例えばね、このファルコンレイク見てもらうと、ファルコン湖オレゴンレベル14となってますよね。つまりレベル14になったらいける場所。そしてね、注目してほしいのはこの14の上、船のマークがあるでしょう。で、こちらのサンファンキンデルタもある。そしてロッキーレイクにはない。ということで、船のマークがついているところは船釣りもできますよっていうことです。でも船持ってないけどなっていう人はご安心ください。レンタルボートっていうのがね、船釣りができるマップには置いてます。お金を払ってね、1日なんぼっていうことでレンタルボートに乗ることも可能です。で、後々にお金ができて自分でボート買ったら、当然レンタルボートは必要ないっていうことになります。で、この今ロッキーレイクにカーソルが行ってますよね。この状態で十字キーの上下を押すと、今度ね、画面の左側の詳細にカーソルが映って、その詳細を見ることができます。まず一番上のロッキー湖コロラドレベル5ってなっているところでペケボタンを押すと、このロッキー湖の詳細がね、書かれてます。で、一番上に72人のプレイヤーと0人のフレンドがいますってなってるのは、今これアジアサーバーを見に行ってるんですけれども、このアジアサーバーのコロラドロッキー湖には72人の方がアクセスしてるっていうことです。ただし、自分がこのマップに行った場合、目に見える最大の数っていうのは5人までです。それをちょっとね、覚えておいてください。
そして次、十字キーの下を押すと天気予報っていうふうになってるメニューに飛びます。でここでペケボタンを押すと、これ1週間分のコロラドの天気予報が見れます。このね、グラフ非常に重要で、まず日中と夜間にグラフが分かれてて、このゲームでは日中の時間帯の概念が5時から21時まで、そして深夜、夜の概念が21時から5時までっていうことになってて、まあ1日目も昼間と夜っていうふうにグラフが分かれてるっていうことですね。で、これは単純に魚の活性グラフ、活性グラフとは何かっていうと、食いやすい時間帯と食わない時間帯っていう意味です。で、山なりになっている時間帯が魚が空腹なのでよく釣れる。で、谷になっている部分が魚が食事した後なのであんまり釣れないっていうことですね。で1日目のグラフ見てもらうと、17時とか19時がよく釣れる時間帯ということで、まあ、13時近辺がちょっとあまり釣果が望めないということです。ただこれはあくまでも概算であって、谷になってるから絶対釣れない、山になってるから絶対釣れるっていうことではありません。一応ね、釣れやすい時間帯と釣れづらい時間帯があるということを覚えておいてください。で1週間分こう見れるっていうことですね。で次、魚種のところにねカーソル持っていきます。そしてペケボタンを押すと、このコロラドロッキーレイクで釣れる魚の一覧がここで見れます。まあ、これらがコロラドで釣れる魚の一覧、まあ、ちなみに例外としてここに載ってない魚も実はいます。それが、まあ、モンスター級の魚っていうことで、そのモンスターって言われる魚は各釣り場に必ずいるんですけれども、これは通常であれば釣れません。ある条件を満たして初めて釣れるようになります。その条件っていうのが後で説明しますけれども、ミッションっていうところに各釣り場のモンスターミッションっていうのがあるので、それにトライすると、まあ、最終的にモンスターが釣れるっていうことです。なので通常であればここに載ってある魚以外のものは釣れません。でちょっと見てほしいのが、例えばね、ここでホワイトバスを釣ろうと思ったら、そのホワイトバスに関する情報が右に詳細出てますけれども、おすすめの餌、おすすめのルアーとなってます。でここでホワイトバスを釣ろうと思ったら、餌だとミミズとかミノで釣れと、でルアーであればこういったもので釣れってことですが、これはあくまでも概算であって、概算というかおおよその検討であって、実際にはここに載ってない餌やルアーでも釣れますのでね、全くこの魚が釣れないっていう時にちょっとここ見てもらって、あ、なるほど、こういう餌で釣ればいいのかぐらいのことで見てもらえればいいのかなと思います。まあ、あくまでもくどいようですけど、これ以外の餌やルアーでも釣れますからね。で次、ライセンス。これ非常に重要な項目になるんですけれども、このゲームではどの釣り場でも必ずライセンス、つまり日本語でいうところの漁業権を買わないと、釣りはできるんだけれども罰金対象となります。まあ、罰金その度に食らってたら、まあ、お金がないわけで、釣り道具も買えないし、どこ行くにも金がいるから、まあ、釣りにならないということなので、罰金は食らいたくないというわけで、必ず、まあ、ライセンスは買わないといけない。でライセンスも2種類あるんですよ。ベーシックライセンスとアドバンスドライセンスっていうライセンス2種類あって、どちらか1個のライセンスを買うってことになるんですけれども、これちょっとライセンス項目に実際にね言ってみますね。で、ベーシックライセンスの方がアドバンスドライセンスよりも、まあ、半額で購入できる、非常にリーズナブルになってる。だけどこれはちゃんと理由があって、ベーシックライセンスの方は足かせがついてます。まあ、右側の詳細見てもらうとね、逃がさなきゃいけない魚リリースと書いてあって、ゴールデンコロラドゴールデントラウトであれば、トロフィー級とかユニーク級っていう大きい魚が釣れても取り込むことができないということです。そして、まあ、夜釣りも禁止ということで、まあ、ベーシックライセンスの方は何かと足かせがついてますので、まあ、購入するのであれば、まあ、ほぼほぼ必ずこのアドバンスドライセンスで購入した方がいいということです。こちらの方は足かせがないのでね、何釣って取り込んでも大丈夫です。で今度重要なのが、このライセンスの有効、まあ、日数みたいなのがあって、1日分とかね、3日分、1週間分、月無期限となってますね。ちなみにこのカーソルを動かしているのは上下ではなくて十字キーの左右になります。まあ、インターフェースは相変わらず分かりづらいんで用言なので。でこの1日分のライセンスを、まあ、必ず購入するように心がけるといいと思います。これ理由があってね、これ3日分のライセンス買うと、まあ、1日分が600だから、3618で3日分ちょっとお得になってますけれども、これね、このライセンスの有効時間っていうのが実際の時間の24時間なんですよ。でこのライセンスの有効時間っていうのはゲームを切ってもずっと流れてるっていう状況なんですよね。で例えば今日今からこのライセンスを買ったら、買った時点からもう発動します、有効時間が。で、まあ、買ってゲームを遊ぶじゃないですか。
で、1、2時間遊んで、さあ続き明日にしようと思って、明日この時間に立ち上げたら、もうライセンス切れてるっていうことなんですよ。それを踏まえると、複数分ライセンスを買っちゃうと、まあ実際何が明日あるかわからないでしょ？とか、明後日とか、急な、まあ、仕事、用事とかがあったら、遊べなくなる。となると、電源切ってても有効時間流れてるわけだから、それ考えるとね、3日分や1週間分買うよりも、1、2時分で確実にその、まあ、1、2時分で釣りをして、まあ、1兆価を上げるっていうことの方が、よっぽどね、お得なんですよ。だから、まあ、意識的に必ず1日分購入するといいと思います。まあ、強いて言うなら、一番下にある無期限。まあ、これはコインで購入することになるんだけれども、この無期限っていうのを買っちゃうと、もう未来永劫、ここのコロラドのアドバンスドライセンスっていうのは買わなくていいっていうことになるので、まあ、本来買えればこれが一番いいんだけれども、まあ、コイン貴重ですからね、なかなかそうもうまく買えなかったりするわけですよ。というわけで、必ず1日分購入するといいってことです。ちなみに、釣り現場でライセンスが切れそうになった場合、あるいは切れた場合、釣り現場でライセンス買えますから、ライセンスが切れたホームに帰ってまた買い直さなきゃってことではないのでね。だから、まあ、釣りの現場でライセンスが切れそうになったら追加でライセンスを買って、またそこでずっと釣りをするっていうこと。まあ、1日分を買うといいですよっていう話でした。さて、次は旅費。これね、ここでペケボタンを押すと旅費の詳細出てきます。まあ、移転ってなってますけども、これ往復っていう意味です。漢字表記バグです。だから、ロッキーレイクに行くには、まず往復料金で1700ドル。そして、1日分っていうのは、これ、ロッキーレイクの1日の滞在費、つまりホテル代ね。だから、合計合わせて2000ドルかかるっていうこと。っていうことはですよ、ここに行くのに2000ドルかかり、なおかつ、釣るためにはライセンスを買わないといけない。アドバンスとか600でしたでしょ。だから、旅費プラスライセンス代で、ここで釣りをするんだったら2600ドルかかるっていうことです。っていうことは、魚を釣って取り込んで、それを売却してお金を得るんだから、少なくともロッキーレイクに行ったら、2600ドル以上は魚を売却してホームに戻らないと、何しに行ったのかわからなくなるっていうことです。でね、これはまた実践編で詳しく話しますけれども、このゲーム、魚を取り込んで売却するんですけれども、その売却の方法は2種類あって、釣り現場で明日の5時に時間を進める方法と、ホームに帰ってくる方法があります。当然、どちらがいいかっていうと、釣り現場で明日の5時にする方がいいわけですよ。なぜかっていうと、売却するためにホームに帰ってたら、またライセンスが有効時間期間内、ロッキーレイクに行かないといけないわけでしょう。そしたら、ご覧ください、往復料金がかかるっていうことです。なので、釣り現場で明日の5時にすれば、1日の滞在費だけ払って、また引き続き釣りができるから、1700ドル浮くっていうことになります。だから、必ず釣り現場に行って魚を売却する場合は、時間を明日の5時に先送りして、そこで売却し、またその釣り現場で300ドルは払わないといけないけれども、まあ、滞在費、ホテル代だけ払って、また翌日も釣りをするっていうことです。そうやって、釣り現場で日を送っていくうちにお金貯まりますから。ね、2600ドル以上貯まったらホームに帰ってくるっていうことを繰り返しやってると、お金が貯まっていきます。というわけで、まあ、旅費の説明でした。で、最後に、出発ですね。ここ四角ボタンを押すとロッキーレイクに行くことになるんですけど、ご覧ください。ライセンスを購入してない場合は、今お前ライセンス持ってねえから行くのはいいんだけれども罰金取るぜみたいな意味なんですよ。つまり、この画面でもライセンスを購入できるので、まあ、面倒くさい方はライセンス買う場合、ライセンスがない状態でいきなり四角ボタンを押してもいいと思います。で、ペケボタンを押すと、まあ、こうやってライセンスを購入できる。ちなみに、これ、ショップに飛んでいってるってことなんですけれども、自動的にね、ショップでもライセンスは購入できます。まあ、これまたね、ショップの説明っていうのは別に作りますので、そこで説明します。というわけで、この地球儀イコールホームの説明はここで終了です。次はインベントリの説明に入ります。さて、インベントリの説明なんですけれども、まあ、インベントリイコール、まあ、保管品とかね、在庫品とかいう、まあ、意味なんですけれども、家の中に入って釣り道具を体に取り付けたり、あるいは釣り道具を自分で組んだりっていう時に、このインベントリー画面になります。で、まあ、インベントリー画面にします。で、インベントリー画面の中にも5つの項目があって、
まず、ね、一つ一つ説明していきます。R2 と L2、どちらのボタンでもいいから押すと、項目がこうスライドしていきます。まず今、バックパック、そういう項目になってますよね。次が、ホーム、そしてスペシャル、テンプレート、ライセンスというふうになっています。まずバックパックの方から説明しますと、バックパックっていうのは、釣り道具箱、釣り道具入れ、そういうことだと思ってください。どれを指すかっていうと、ショップでちょっと見に行きますけれども、ショップの中の道具と機材の中にあるタックルボックス、まあ、釣り道具箱ですよね。そしてロッドケース、まあ、竿入れ、そしてフィッシングベスト、この3つが称してタックルボックス、つまりバックパックということになります。なので今ショップで紹介したものを買って体に取り付けることで、まあ、釣り道具箱が成立したということになるんですけれども、これね、今、まあ、バックパックにメニューが飛んでて、その中にいくつか道具が入っている、まあ、リールであるとかね、糸であるとか、バックパック、つまり今言ったロッドケースやタックルボックスやフィッシングベスト買ってないのに道具持ててるじゃんということなんですけれども、まあ、まさにその通りで、まあ、今裸の状態なんですけれども、一応ね、何も着てないということではない、洋服着てるので、まあ、洋服のポケットの中に糸や針、餌みたいなのを突っ込んでるっていうことで、実は何も体に取り付けてない状態でも、画面の右下ちょっと見てもらうと、一番右下取り外しってなってるけど、その上ね、あの10分の4、1分の1、1分の1、10分の0っていう分母と分子があるでしょう。つまり、まあ、ズボンのポケットに釣り道具10個入って今4つ入れてると。で、糸が1個入るから今1分の1になってると。で、リールも1個入るから1分の1になってる。で、その隣10分の0っていうのはこれ巻き絵なんだけれども、これはちょっと今度外視してね。というわけで、裸であっても自分のズボンのポケットに道具は最低でも10個、糸だったら1個、リールだったら1個入るよっていうことです。でも当然ね、キャパが少ないので、これだけではとても釣り場に行くには心もとないので、先に説明したショップでね、道具を買って体に取り付けろっていったものを体に取り付けないといけないってことです。そしてこのインベントリーで実際にタックルをセットする、まあ、タックルっていうのは釣り道具っていう意味ね、称して、で、ここで釣りをするための道具をセットしないといけないので、実際にちょっとセットしてみますね、裸の状態でね。で、バックパックは釣り道具箱って言ったけど、ホームっていうのはこれ自分家の家ってことです。家に、まあ、バックパックに入らない釣り道具がたくさんあるっていうことですよね。で、まず、まあ、竿を組んでいってみましょう。まず浮き釣りのね、竿をこう組んでいって、次に、まあ、バックパックの中にあるからリールを、そしてラインを、で、長さを調節して、まあ、マックス取り付けます。で、次に、メインラインの先端にリーダーラインをつけるので、こちらを選んで取り付ける。で、浮き釣りですから当然浮きもいる。これ取り付け方は一番下のメニューにペケ装備ってなってます。ペケを押してるだけです。で、浮き、そして次に当然針がいるので針、そして餌がいるので、まあ、餌っていうことですね。で、取り付けたのに残ってるってことは、これ数あってうち1つを使ったってことです。で、フックは10個あるうちの1つを使った、パンは41個あるうちの1個を表し、あ、1個を使ったってことで、残りがバックパックに入ってるっていうこと。こうやって、まあ、浮き釣りのセットができました。このゲームを立ち上げたら、最初は必ず浮き釣りの、まあ、セットがね、1本もらえてるっていう状態なので、必ず浮き釣りのセット1本あります。インベントリー見るとちょっと内容が異なってるのは、俺はね、初期にもらったやつは売っ払って自分で買ったやつを今取り付けたってことで、最初にやった時と内容が異なりますけども、基本的には一緒です。こうやってここでセットするっていうこと、まずこうやってセットしました。そうすると、まあ、現場にこの道具を持って行って釣ることは可能なんですけれども、例えばですよ、まあ、餌はまあ40個あるからある程度釣りはできるけれども、浮きがなくなったっていうことになると、もう浮きないわけで、まあ、釣りしててね、糸が切れて浮きがなくなりましたって言ったら釣りにならないでしょ。だから予備の浮きを持っていきたいけれども、まあ、バックパックの容量が少なければ浮きも持っていけないということなんですよ。なので必ず釣り現場に行くときはですよ、
このショップで釣り道具、これらを買って、まず必要なのはタックルボックスですよね。釣り道具箱。今こちらを買ってます。で、買ったら、インベントリーメニュー内のホームに、まあ、道具が飛んでいくので、釣り道具箱は下から3番目だったかな。で、ここで、この釣り道具箱にカーソルを合わせ、人のマーク、緑色の人のマークに十字キーでカーソルを合わせて、ここで、装備のペケボタンを押すと。そしたら釣り道具箱がセットされた。で、見てもらうと、バックパックに戻ってキャパ見ると、さっき10だったのが今度、分母が35になったでしょ。で、同じように服も取り付ける。そうすると、さらに分母が増えて50分の2になったっていうことですよね。で、まあ、俺今帽子も持ってるので帽子も取り付けると。で、ロットケースを取り付ける前に、このロットケース、まあ、ショップで見てもらうと、ロットケースそれぞれのキャパ、ご覧ください。右側に詳細載っています。まあ、こうやってロットが3本入るものも売っていれば、ロットが7本入るものも売っていると。だから、お金とレベルが上がってお金もできたら、どんどんいいものに買い替えてやるっていうことです。まあ、当然、例えばね、この今持ってる、まあ、買ってるのが実はこれなんですけれども、お金ができてこの辺のを買ったら、もう古いものはいらないから売っ払っていいです。で、そうやって、まあ、どん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 いいものに買い替えていくってことです。まずは、今持ってるものを体につけましょう。これだったらロットが2本ですよね。で、インベントリーのホームの下から3番目のメニューのところに買ったら飛んでいきますので、ここで装備を押す。でね、今装備っていうペケボタンを押すと、数字がさっきまで1つしかありませんでしたけど、2本釣り現場に、まあ、タックルを持っていけるっていうことで、もう1つ空きが出ました。後で組んでいきますね。そして釣り現場に行くにはもう一つ重要なアイテムがあります。それが、魚を釣ったら取り込むためのアイテム。2種類あるんです。スカリっていう網と、ストリンガーっていうワイヤーにフックがついているものです。まあ、これらは両方とも用途は一緒です。スカリの方は、魚釣ったらその魚を網の中に入れてやる。スカリっていうのは、釣れたらその魚の口にフックを引っ掛けて置いといてやるっていうことです。このストリンガーっていうのはね、あまり釣りしない人にとっては何じゃこりゃと思うかもしれないけれども、ワイヤーにフックがいくつかついてて、そのフック分魚を引っ掛けることができるっていうことですね。両方魚を取り込むアイテムです。まあ、この違いはまたショップのところでご説明します。どちらでも結構です。だ、必ずこれはね、何かは取り付けてください。でないと、このゲームは、当然他のゲームも同じようなことだけど、お金を貯めて、その貯まったお金でアイテムを買うっていうことになるから、お金を貯めないと話にならない。で、お金を貯めるためには、っていうか、お金を得るためには、魚を釣るためだけではダメなんです。釣っただけではダメなんです。釣った魚を取り込んで、取り込んだ魚を売却するっていう、まあ、システムになってますので、ということは、つまり魚を取り込むアイテムがなければお金は作れないということになりますので、ね、必ず、スカリかストリンガーは購入して体に取り付けるようにしましょう。そしてお金に余裕が出てきたら、例えばこれね、ロットスタンドっていうものを買う。そして体に取り付ける。ロットスタンドは何かっていうと、ロットスタンドがない状態だったら、例えば、浮き釣りをしたいのであれば、あるいはルアー釣りをしたいのであれば、基本的に竿は1本しか持てない。だけど、ロットスタンドが1つあることによって、浮き釣り仕掛けを投げてロットスタンドに立てかけておく。そして余った手でルアー釣りをするっていう、まあ、二刀流ができるっていうことです。で、ロットスタンドも当然レベルに応じて2つ置けるもの、3つ置けるものと増えていきますので、そうやってたくさんの仕掛けをいっぺんにロットスタンドに立てかけられるっていうことです。まあ、ルアー釣りはね、ルアーを動かしながら魚を誘うっていうことなので、ルアー釣りの仕掛けをロットスタンドに立てかけといても、いつまでたっても魚は釣れないので、ロットスタンドっていうのは、フィーダーロット、ボトムロット、あとボバー、浮き釣りのことね、浮き釣りのロットを仕掛けておく専用の道具だと、そんなふうなことです。で、ちょっと話がそれそうになったけれども、元に戻りますね。で、こうやって体に道具を取り付けた。釣り道具箱を取り付けられましたので、今度はバックパックにいっぱいたくさん道具を移動させることができます。今の状態であれば、この針と、
餌のパン、これらだけしか入ってないので、じゃあホームに、ホームのホームに紅を移して、いろんな道具を、まあ、入れていきましょう。まず竿とリールはね置いといて、ラインであったりとか、これ移動の仕方はメニューをホームにして、で下のメニューね、左から2番目動かす、四角ボタンを押すことによって、まあ、ホームにある家にある道具を自分の持ってるタックルボックスや、フィッシングベストにこれ道具を入れてるっていう行為になります。こうやってね、で餌もいくつかこうやって移せる、まあ、かなりキャパがあるからいっぱい移しましょう。まあ、ある程度移しました。ならバックパックに行くと、さっきまでちょっとしかなかったのに、こうやって釣り道具箱の中に道具をたくさん入れることができたと。でこのバックパックのキャパは51分の19、釣り道具だけでね、だからまだ余裕があるよっていうことです。で糸は5分の3となっています。まあ、ちなみにラインについてね、このフロレやピーやナイロンラインっていうのはメインライン、つまりリールに直接巻くラインで、こちらのリーダーと称されているラインっていうのは同じ糸であってもメインラインの先端に取り付けるライン、つまりこのラインのことを言います。だから同じラインなんだけど、このゲームで実はリーダーはラインじゃなくって釣り道具に分類されます。それが証拠にちょっと見てて、今バックパックね、釣り道具箱の中にリーダーが3つ入ってるでしょ。この状態で画面の右下見てもらうと、釣り道具が51分の19になってるのを確認できると思います。で、糸が5分の3になってます。で、リーダーラインをバックパックからホームに移してみますね。そうすると、ほら、51分の18、51分の17、51分の16というふうに、なぜだか同じラインでもリーダーは糸じゃなくて釣り道具に分類されるっていうことですね。これもちょっと覚えておくといいと思います。これ多分バグというかね、このゲーム作った人何かしら意図があってそうしてるんでしょうけど、まあだから同じラインであってもリーダーは釣り道具になるということをちょっと覚えておくといいかな、そんなふうに思います。さて、ロッドケースをつけることによって竿を2本持ってって、でその状態で釣り場に行けるようになりました。やっぱり浮き釣りの仕掛けがあるんだったら、もう1本はルアー釣りの仕掛けを持っていきたいじゃございませんか。でルアー釣りがしたいと思ったらショップに行って、まあ、ルアー釣りのロッドを買い、ルアー釣り用のリールを買い、ラインを買いみたいなことなんですけども、すでに買ってます。で買ってるものは基本的にホームに飛ぶと思ってもらっていいかなと思います。ただ空いてる数字のところに持って行って、そしてホームにある竿を選んで装備、竿が装備されました。そしてその竿にはこのリールを使うので、このリールにカーソルを合わせて装備ペケボタン、そして今度はライン、ラインはこれメインラインを全部、バックパックに移しちゃったんだね。ならバックパック選んで取り付けて、で、メインラインの先端にリーダーラインをつけて、そしてルアーをその先端に取り付ける。ルアーは、ホームに全部置いてあるのかな。でルアーを取り付ける場合はこの竿のルアーウェイトをしっかり見て、4グラムから18グラムのルアーを使いなさいとなってますので、その範囲のルアーを取り付けるということです。これで、ルアー釣りの仕掛けと浮き釣り用の仕掛けができましたということになります。釣り現場には両方の仕掛けを持っていけるということになりますね。でちなみにこのね、人のマーク1番2番と、そしてもう一つ緑のね丸い、マークがありますけど、これはね巻き餌のレシピになります。巻き餌に関しては今回は割愛します。かなりちょっとレベルが上がってから利用するようになる。そしてこの巻き餌相当コストがかかるので、初期段階であんまり作らなくてもいいのかなと思います。まあこれはこれで別動画あげますので、そちらの方を参照にしてください。というわけで、まあ、浮き釣り用のタックルとルアー釣り用のタックルが組まれましたということになります。これがインベントリーのホームとバックパックのメニューの、まあ、使用方法、利用方法になりますね。でもうルアー釣りの
タックルも組んで、ルアーも取り付けましたから、ホームにあるルアーももう自分のタックルボックスに移せるだけ移しておきましょう。こうやって道具箱やフィッシングベストやを買って持っておくと、釣り道具をたくさん現場に持っていけれるっていうことです。で、実際こう移してキャパ見てみましょう。まだね、51分の42っていうことだから、釣り道具はまだ、9個入るっていうことですよね。まだ余裕があるっていうことです。まあ、こうやってね、釣り道具箱に釣り道具をたくさん入れて釣り場に行くっていうことを、心がけておいてください。で、スペシャルっていうメニューは、これはですね、このゲームは、年間いくつかのイベントがあるんですよ。運営が主催する。そのイベントで手に入れたもの、あるいは後で説明しますが、ミッションで手に入れたものなんかがここに置かれるようになります。だからね、そんなに気にする必要はない。あ、ちょっと説明が前後するけども、バックパックにはキャパがあったけど、ホームにもキャパがあります。こうホームのキャパっていうのは、このホームの画面にした状態で右下見ると、まあ、プラス拡張と書いて、その隣に100分の14ってなってます。この分母の100っていうのがホームのストレージのキャパです。だからホームには全てのアイテムを1と数えますので、まあ、竿であろうが、餌であろうが、他の針であろうがね、100個とにかくホームに置けるっていうことです。で、ホームのキャパが100でも心もとないなと思ったら、一番下の拡張っていうところで、ペケボタンを押すと、コインを消費して、このホームストレージ枠を拡張することは可能ですので、まあ、自分の持ってるコインと相談してね、ここを拡張すればいいのかなというふうに思います。もちろん課金でね、拡張することも可能です。まあ、ホームストレージ枠が100もあれば相当余裕があるのでね、無課金でね、レベル60過ぎても大丈夫っていうことです。ただ選定はしていかないといけませんね。必要なものと必要でないものっていうのは。まあ、ちょっと前後しました。さあ、次にインベントリー内のテンプレートについてのお話なんですけれども、これは何かっていうと、ちょっとね、テンプレートを、実際に使ってるのでちょっとクリアにして。まあ、通常であれば、テンプレートのスロットっていうのは空になってます。で、これは一度自分がこうやってセットしたものを、このテンプレート枠の空スロットにコピーしとくっていうことです。これ何かと便利なんですよ。というのもね、浮き釣りの仕掛け見てください。竿、リール、糸、浮き、リーダー、針、餌みたいなことで、これをバラバラに一回しちゃうと、組み直すのまた大変なんですよ。ましてや複数ね、こうロットを持ってると。だから一度自分が組んで納得したらここにコピーするんです。例えば1番目の浮き釣りをこのテンプレートワークのカラスロットの一番上にコピーする。コピーの仕方はここでペケボタンを押すだけです。で、次にこの2番目にルアー釣り用のタックルを、まあ、セットしましたから、今度空いてるスロットワークの2番目に、まあ、セーブする、ペケボタンを押すということで、今1番目と2番目のカラスロットに浮き釣りとルアー釣りセットされた。で、この状態でね、こちらの1番目のメニューにカーソルを合わせて、竿にカーソルを合わせてペケボタンを押すと消えちゃうんですよ、自分が1回セットしたものが。で、1番目と2番目何もセットされてないでしょ。で、こんな時にここにコピーしとけば、今度1番目にね、浮き釣りのタックルをね、呼び出します。で、自分がコピーしたものにカーソルを合わせて、ペケボタンの装備で、今度2番目の空になっているところに合わせて、この浮き釣りをここにね、セットします。そうするとこうやってセットされるっていうことです。ただ気をつけないといけないのが、ここに一度コピーしたもの、うっかり売っちゃったり捨てたりしたら、コピーしたものがホームにもバックパックにも入ってないっていうことでセットができません。ですから、ここでコピーしたものっていうのは極力ね、一つでいいから置いとかないといけません。この浮きがもういらないや、これ売って違う浮きにしようってことになったら、
まあ、ホームにもバックパックにも置いてないから、せっかくコピーしたものを呼び出そうと思っても呼び出せないということになります。気をつけてください。そして、この一度コピーしたものっていうのは任意で名前を変えられます。で、四角ボタンを押して編集っていうメニューを選ぶと、ここで自分の好きに変えられますので、例えばこれだったら「ウキ」っていうふうにして、R の2を押して、ほら「ウキ」ってなったでしょ。で、ここは当然、まあ、ルアー釣りだからルアーっていうふうにしとくと、まあ、ルアーとギズリ用のテンプレートを活用していつでも呼び出せるっていうことになりますから、非常に便利です。で、まあ、竿がどんどん増えるにつれて、ここもたくさん、まあ、拡張していって、空きスロットも増やしたいっていう場合は、ここでまたペケボタンを押すと、まあ、スロット10個で、空きスロットが拡張されるっていうことなので、まあ、持ってるコインと相談しながら、ここも広げていくといいんじゃないかなというふうに思います。そして最後、インベントリー内の説明のライセンス。ここは現在購入して発動しているライセンスが記載されます。だから、昨日確かこの時間にライセンス買ったけど、あれ、何時だったかなっていう時に、インベントリー内のメニューでここ見ると、まだライセンス発動中だから大丈夫ですよとかっていう確認ができます。ちなみに俺は、テキサス。このね、テキサスっていうのはホーム扱いの湖なんですけれども、そこの無期限のライセンスを、まあ、2つ持っているので、ここに記載されていると。ちょっと説明が前後するかもしれませんけれども、このゲームはこのテキサスのローンスターレイクっていう場所が自分家っていうことになります。だからこのローンスター湖っていうのは自分家の前の釣り場所っていうことなので、見てもらうと旅費がかかりませんし、自分家だから滞在費もホテル代がいらないということで、全て0円になってます。そしてこのライセンスのところなんですけれども、これちょっと金額が出てないから分かりづらいんですけれども、ショップでちょっと見てみましょうかね。ショップのライセンスの項目のテキサス見てもらうと、これね、このゲームサービスで、このゲームを立ち上げたらテキサス、まあ、つまりホームの湖の無期限のライセンスは、まあ、上げますよっていうことで、ベーシックライセンスの無期限は持ってる状態になってます。だからここで釣りをする場合は、何釣っても罰金対象にはなりません。ベーシックライセンスの無期限を持ってるから。ただし、ベーシックライセンスしか持っていないわけだから、ここに書いてあるスポッテッドバスの普通サイズね、レッドサイヤーサンフィッシュのトロフィーサイズ、ブルーギルのトロフィーサイズは釣ったら取り込むと罰金対象になります。ホームであっても。そして夜釣りはできません。なので、このホームの、まあ、ライセンスもできれば、まあコイン7個ぐらいで購入できるから、もう立ち上げて、まあ、少し遊んでコインも余裕ができたら、まずホームだけは無条件でこの無期限コイン7枚の無期限のアドバンスドライセンスを購入しとくといいっていう話です。だから俺はゲーム立ち上げてすぐ、コイン7個あったので、コイン7個たまってたので、こちらの無期限のライセンスを買ったというわけで、俺は以降ホームのローンスターレイクではもうライセンスを買う必要がなくなったということになります。まあ、以上が、上のメニューのインベントリーメニュー内の説明でございました。次はショップはまた別メニューで、ショップだけの、ハウツー動画あげますので、そちらご覧ください。次はミッションについての説明になります。それでは。さて、ミッションについての説明なんですが、ミッションというのは、まあ、このゲームアイテムは基本的にショップで買うんですけれども、ミッションを達成することによって、まあ、ミッションごとの報酬を得られるっていう、まあ、ちょっと面白い遊び要素の概念がございます。でね、ミッションもいくつか項目が分かれてて、ちょっと大まかなタイトルにすると、冒険ミッション、マスターミッション、収集ミッション、怪物のような魚、モンスターミッションですね、と分かれています。でね、まあ、地球儀のところ、ホームの説明で、
まあ、各釣り場の釣れる魚の一覧以外にもモンスターっていう魚が各釣り場にはいますよっていうのが、ここのミッションのモンスターのような魚、ここに記載されています。ちょっとここ、開いてみると、まあ、レベルに応じてね、モンスターミッションって増えていくんですけれども、今レベル27だとモンスターミッションチャレンジするのはこの2つしかないんですが、例えばね、このファルコンレイクには、特別なね、ファルコンの怪物のようなレインボーアウトローっていうね、まあ、モンスターのお魚がいるっていうことなんですよ。で、このミッションをやろうと思ったら、まあ、ミッションの追跡、四角ボタンを押してミッションを発動さす。そして、まあ、ミッション実際今発動させました。そうすると、まあ、インベントリーメニューに行けっていうふうに出ましたけれども、ここでね、このミッションを遂行するにあたっては、ブラウントラウトの卵っていうのを餌にして釣らないといけないから、それをしなさいっていう意味で、まあ、こうチュートリアルみたいなことで、ブラウントラウトの卵を選んで、これですよね、これをまずバックパックに移せと、まあ、そういう細かい指示が出てるわけですよ。今度今バックパックに移しました。そしたら これを餌に取り付けろと。はい、分かりましたと。で、今度取り付けたら、今度はファルコンレイクに行ってね、釣らなきゃいけないんだけど、そうやって、まあ、チュートリアル的なことを、まあ、ミッションを発動させると、まあ、そのチュートリアルに従って進めろっていうことではあるんですよ。まあ、興味のある方はね、このミッション発動させて、ミッション進めてみるのもいいかなと。いや、もう途中までやったけどいいや、もう発動しないっていうことになると、四角ボタンを押すと、まあ、それらの発動が止まります。で、ちなみになんですけど、このミッション、実はミッションの追跡四角ボタンを押してなくても、右側の内容が達成できたら、ミッションは達成したことになるんです。例えば収集っていうやついくつかあるんだけど、見てみましょう。パンフィッシュでトロフィー集めみたいなことを、まあ、右にしなきゃいけない内容が載ってるでしょ。以下のものをつってキープしてください。トロフィー級のパンプキンシードとか載ってるじゃないですか。これってミッションを発動して行うと、今現在リアルタイムでこれだけのものが達成できて、これだけのものが達成できてないので、それを見ながらミッションをこなしていくっていう時に、視覚的に便利っていうだけのことです。なので、別に内容を覚えているのであれば、ミッション追跡四角ボタンっていうのを押さなくても、内容を、まあ、とにかくクリアすればこのミッション達成したっていうことになりますので、その辺ちょっと覚えておくといいかな。で、俺はね、ショップで売ってないようなものがたまにこのミッションで手に入るんですよ。例えばこれなんかいい例なんだけど、このトロフィーフログポッパー 18g っていうのはショップには売ってません、このブラックカラーのは。だから欲しい。そして、もう見てもらうと、経験値も1880もらえるし、コインも3つ、そしてなんとお金が4400ドルもらえると。なったらこれを達成したいっていうことで、達成しようと思ったら、まあ、内容を見てこの内容を達成すればいいんだけれども、覚えておくの大変だったら四角ボタンを押して、まあ、ミッションの追跡を発動させて、それに従っていくってことですね。キャスティングスプーンの、まあ、針の大きさ10から30までを、まず自分の、ルアーですから、キャスティングスプーンってルアー用タックルに取り付けると。で、マットウォーターってところ行って、0.55キログラム以上の、グラスパイクを釣れっていうふうに、まあ、やると。で、内容を覚えていれば ミッションの追跡四角ボタンを押す必要はないので、もう一回押すとミッションの追跡やめるってことになるから、からお好みに応じてってことですね。なので ミッションっていうのは、通常ショップで売ってないものを得たり、あるいはたくさんコインも得られる、そしてお金も経験値も得られるので、できそうだなーって思うものを選んで、まあ、発動させて、まあ、ミッションを達成するといいかなというふうなことです。以上がミッションの内容説明でした。次はスポーツ。これはね、釣り大会です。で、このゲームは運営が主催となった釣り大会と、あと個人で誰でも俺でも釣り大会を開催することができます。で、まず競技会っていうメニュー、これが
運営が今開催している釣り大会っていうことになってます。で、日付と受付時間っていうのがありますよね。まあ一度受付しとけば、その釣り大会に参加するっていうことになります。で、この釣り大会は当然ですけれども、自分のレベルに応じたものにしか参加ができません。だから今レベル27だから、これは参加できるのかな？ちょっと表示してみます。で、参加できるものはペケボタン適用っていうボタンが押せます。これ押せる状態ですね。で、この釣り大会に参加することで、1位になるとこれらのもの、2位になるとこれらのもの、3位になるとこれらのもの、4位以下はお金をもらえるっていうことで、報酬もかなり良くなってますよね。で、詳細に関しては、まあ詳細っていうのはルールですよ。こういうルールで開催しますっていうことです。で、ちょっと戻りますけれども、参加できないような大会、コンゴ川なんてとてもいけるようなレベルじゃないので、でも内容を見ることができます。ちょっとペケボタンで表示さすと、自分のレベル相応のもので参加できない場合は適用ボタンが押せなくなってます。内容を見るだけってことですよね。これで、まあ自分が参加しようと思うもの、興味があるものにカーソルを持っていき、ペケボタンを押すことで参加するっていうことです。ちなみに、まあ L の2や R の2を押すと、この競技会の内容をスライドさせていくことができるんですけど、競技会をカスタム、つまり個人で競技会を開催できるということです。ここで四角ボタンを押して、で、内容を読んで、自分でこの内容、まあ、開催を開くということですね。そうすれば、自分の作った内容に共感を覚える人がいたら、ここに参加して釣り大会が始められる。で、これはね、当然フレンド同士で釣り大会もできますので、仲のいい方が複数いる方は、まあ、皆さんで釣り大会を開催して遊ぶのもいいんじゃないかなというふうに思います。そういった時に利用するのが、まあ、スポーツ釣り大会っていうことですね。まあ、ざっとになりますけど、こんな感じですね。あとは、まあ、期間に応じてはトーナメントとかね、やったりしてます。だからそういうのも、まあ、興味のある方は見てですよ、トーナメントに参加すると。そうすると、まあ、このゲームの主催者が自分のホームページで、今回はこの人が1位でしたみたいにね、まあ、世界中の人が見れるようになってますのでね、興味のある方はトーナメントに出てみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、釣り大会っていうのは当然ただでは出られません。参加費用っていうのがちゃんとかかりますのでね、その辺もね、見てね、参加するようにしてください。以上がスポーツの内容でございました。次がプレミアムっていうメニューです。これは、まあ、課金です。課金をする場合は、このプレミアムにカーソルを合わせて、ここで自分の興味のあるものを買っていくっていうことですね。各種ございますのでね、興味のあるものがあったら、まあ、買っていくと。これはこの Amazon のね、パック買っちゃいました。それとコンゴですね。まあ、必ず内容を見て買うっていうこと、これ大事ですから。で、押すといきなり発動するっていうものではございませんので、まあペケボタン2回押さないようにね、1回押すとこの、まあ、課金の内容が出てます。で、左スティックスライドすると、こう各種アイテムが見れますので、興味があったらここで初めてペケボタンを押すということですね。で、丸で戻るというふうなことです。さて、次は自分のプロフィールの内容を見るっていう画面です。でね、よく質問があるのが、これ今、俺はレベル27なんですけれども、そのレベル27の隣に、まあ、なんか勲章みたいなマークで数字がある人がいるけど、あれ何？よくある質問ですが、あれはランクです。で、ランクとは何かっていうと、現在レベルキャップが80で、それ以上レベルは上がらないんですよ。だけど、このゲーム、レベルが上がるごとにコインをもらえるシステムになってるんです。だからレベルキャップ80に達した人は、じゃあ以降コインもらえないのかっていうと、そういうかわいそうな収入はしてないんです。レベルキャップ80の人も釣ってて経験値をもらったら81になりましたっていうことでコインもらえれるんです。だけどレベルキャップ80だから、その余った数字の1はどこに行くかっていうと、そう、それがランクに振り分けられるっていうことなんですよね。だから例えば釣り場でレベル80でランクが20なんて人がいたら、実質その人はレベル100っていうことなんです。で、ごく稀にレベル40でランクが10
なんて人もいるけど、それは、過去にアップデートに従ってレベルキャップって解放されていったんです。俺が遊んでた当時はレベルが、40がレベルキャップでした。後に50になって。で、順を追って今80になってるってことです。だからレベルキャップが40の時に、ずっと遊んでって、ランク振り分けもらった。それ以降、しばらくちょっと遊んでなかった人がまた最近遊んだ。そういう人がレベル40でランクいくつみたいなことになってます。その人当然今はランクが80まで、レベルが80まで解放されているので、以降はちゃんとレベルの方に、経験値は振り分けられるっていうことになります。で、このプロフィール画面でちょっと重要なのが、釣った魚のね、今までの記録もやっぱ見るのに必要だから重要だけど、やっぱなんといってもこのチャレンジ。で、このチャレンジはレベルが上がるに従って、チャレンジの内容も増えていきます。でね、これはそれぞれいろんな内容ございますけれども、例えばこれだったら、6期の放浪者、この水域で5日間連続して、ホームに帰らないで5日間6期にいたら無条件でコイン3とマカブ1つやるよ。で、エメラルドレイクで30日間ホームに帰らないで現場で滞在して遊んだら、特別なルアーと、そして、コイン5つやるよみたいなこと書いてありますので、興味のあるものは率先して、チャレンジしてみてください。以上が、この自分のプロフィールの画面説明でした。次が、この表彰台みたいなマークのところ。これはですね、各釣り場、あるいは全体を通しての、ランク表示です。ランク表示っていうかね、例えばね、この今グローバルの内容が週間経験値となってますけれども、この今週一番経験値を稼いだ人のトップ100までがここに出てます。でね、これね、例えば釣った魚のところにカーソル持っていくと、世界中の上位100位以内がここに出てるってことです。だから今週このゲームで最も大きい魚釣った人はこの人ね。で、その魚の記録が204.966のナイルパーチっていうこと。いや、ちょっと、クソでかい魚釣ったら、ひょっとしたら上位100人の中に入ってるかもしれないと、ここ見るといい。だけど、ナイルパーチとかサメって、もうレベル68とかね、それ以上の人じゃない。ちょっと今無理よっていう人、そんなことないんですよ。ですね、ここの、釣った魚のところで、場所、ここを選んで、例えばね、どこでも構いませんよ。初期に行くマッドウォーターにすると、マッドウォーターでのワールド記録100人までがここに記載されてます。デンドロフィン、モンスターなんですけどね。だから、自分のレベル相応の、釣り場のレベル100、ランク100人が見れるので、各釣り場ででかいの釣ったら、ひょっとしたら自分も乗ってる可能性あるかもしれませんので、ここでね、見てみるといいと思います。世界中の人が見ますから、名誉なことですよ。私も過去に、ここに成績がなりました。で、これはあくまでも週単位ですので、週が変わったらまたリセットされて、今週のトップはみたいなことになります。だからっていう話だけど、やっぱ時々折に触れ見るのでね、でかい魚釣った人、自分の名前があったら嬉しいじゃないですか。確認してみてください。次は、プレイヤーの検索、あるいは自分のフレンド等がここに乗るようになってます。ここでフレンドを探すもよし、あとフレンドになりたいなって人がいたら、ここで ID を入れて検索するもよしということです。今私はフレンドゼロですからね、ここには名前がございません。そういう場所でございます。さて、最後はゲームのカスタム、ここを変えるっていうメニューですね。一番上の右端、ネジみたいなマークのところ、ここで重要なのもいくつかありますけれども、ここでランゲージも変えられます。英語とかね。そして、俺はね、もう絶対おすすめなのが、ここね、コントローラーのカスタマイズで、振動っていうところ、今グリーンになってますけど、グリーンがオンということなんだけど、ここは絶対オンにしとくといいと思います。なんせ、ここの振動をなしにしとくと、例えばルアー釣りの時に、魚がアタックしてきた時、タイミングよくフッキングしないと魚かからないっていう場合も往々にしてあるんですよ。その場合、振動をオンにしとかないとわからないんです。だからここはね、もう必須だと思ってください。そして、コントローラーのボタン配置、ここで見てね、このボタンは何のボタンなのかっていうのも確認するといいと思います。
で、もう一つ重要なのが、このオーディオの項目のフロートフィッシングでの食いつき音、まあ、浮き釣りでの、まあ、音っていうことなんですけど、このゲームは浮き釣りで釣りをする場合、魚が餌をついばむ、そして魚が餌を飲み込むっていう2段階の釣り方になってます。だからその1段階のチーンって音が鳴らないと、浮きに魚がつついてるっていうのがわからないですよ、音でね。ちょっとよそ見してると本当にわからないのでね、ここも必ず、まあ、グリーンにしとくといいと思います。あとはサポート、いろんなクレーム等ね、まあ、あとは要望等を運営に送ることができます。だからよく俺ここでね、日本でリリースしてくれなんて送ってました。でね、あとは、まあ、課金アイテム買ったけど発動しないということだよっていうのもここで、クレームあげられます。ただ気をつけないといけません。ここはね、必ずランゲージを英語にしてください。英語の文面じゃないと運営は無視します。これ書いてるんですよ、まあ、パソコン版の注意書きのところに、ご意見ご感想等は必ず言語を英語にしてくださいということなので、これうっかりね、日本語で送っても無視されますので、必ず英語にするようにしてください。というわけで、まあ、以上が、まあ、ざっとでしたけれども、このフィッシングプラネットの、メニューの各項目の説明でした。これとは別に、今度は実践編のマニュアルもあげます。それとショップの内容のマニュアルもあげますので、その2つも合わせて見ていただくと幸いです。よろしかったら参考にしてください。説明が下手ですみません。ちょっと長くなりました。BB でした。それでは。